画面の前の皆様、こんにちは。メラビット Q でございます。デッドバイデイライトカオスシャッフルプレイをやっていきましょう。予見する闇ヒュブリス、ガラクタいじり猛獣。はい、はい、まだ？うわ、なんや君。よいしょ。で、弱音がいる。殴りますか、一発。殴って、小屋でやってるんだったら小屋で。二人の動き拘束できてます。では割っておきましょうか。いますね。よいしょ。おりますね。ここら辺だった。はいはいはい、なるほど。えい、アウリーア、アウリーアしてしまう。モレルさん、そこから離れて大丈夫ですか。アウリーア、多分二人でやってるから間に合わないんだよ。はい、はい、戻るか。おっと、えい、
よいしょ。ここの発電がまだ止まってるね。あ、どうも。ガラクタ鳴ったのどこだ。よいしょ。90来てますね。これでこの人は終わりなんで、そこもう板ないので、地下のところ以外はガラクタいじりが発動してないので、だけあれば全然。よいしょ。ガラクタで奇襲かけることができるでしょう。あっちから出てくるんだったら出てくるで。どっから出てくるかだな。地下はバーンって聞こえた瞬間に戻ればいいんじゃなかろうかって思ってるんですが、いやでも来てそうだな。あったね、そこで洗った。ん、違うな、そこは元からだった。裏におるな。置いといて。いますね。このクローデットも終わりと。よいしょ。早く早く。
オッケー。まあ、変な追い方する必要は全くないでしょう。もう変な追い方してしまった。たくさんありますな。こっち向き。糸の破壊に勤しみましょうか。よいしょ。このマップゲート戦めっちゃ戦いやすいんで、よいしょ、もう釣りましょうか。確かにハッチは遺跡の方に出なかったんじゃないかな。こっちの地上フロアだけだったような気がしますが、記憶違いかもしれません。よいしょ。ゲロゲートする必要もないんで、これ、あ、息絶えたら。ちなみにハッチオファーは焚かれてないと。ありましたね。よいしょ。鍵引かれてなければ大丈夫です。安いが一応こっちゲロかけとこうか。感染してない。見やす。全てのゲートがこれぐらいだったらいいんだけどね。で、プリーグの感染時間確か60秒で、今回感染のバサードを持ってきてないんで、あ、半分前ぐらいになったら向こうここにかけてって感じかな。よいしょ。一応視線切らないように動いて、こっちメインで見とくと。さすがにもう無理でしょう。思ったけどあれだな、ガラクタイジル教えてくれるだけですごいありがたい。どこの発電機に人がいるっていう点もまあまあ役に立ったかな。今回プレイグとは相性が危ないと思いつつ、あんまり現れなかったんで、こんなところに。まあもしかしたら役に立ったかもしれません。もしかしたら。いつも溜まった記憶があんまないんだけど。言っても。まあまあまあ、いいでしょう。オフレコ、耐久石器、アドレナリン、抑圧の動態。人々弱ね。なしな、光の闘士、警戒。踏み漁りの名人、スマートな着地。光の闘士、霊界理論。電力実装、安心感、残像の権限、査定。というわけで。
ロケンとガラクタかな。ヒブリスはちょっと、ヒブリスは確かに組み合わせが見出しが難しいわ。うまく使おうとするためのね、山岡凛とかだったらいけるんかもしれないけど、一回スタンさせられてそこから追いつくまで20秒って考えるとなかなか厳しいものがあるからね。単独で生かすのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。